第11レースを勝ったのは市村咲希選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。もう先に言っちゃいますが、はい、今の上がりタイムが今節1でした。いやもう乗ってても一番いいなと思いました。ちょっとそうなんですね、はいはい、なんかユニフォームがあの味方してくれました。そうですね、ちょっとお気に入りの島風ちゃんで行ったんですけど、はい、かなり速くなるっていう噂を聞きましたけど、はい、ちょっと速い船なんで、はい、こうそれにあやかるように来てます。はい、はい、その通りになりましたね。はい、ではレースを振り返りましょう。進入は1、2、3、4、6、5の並びで2コースからです。はい、市村選手にとって2号艇2コースっていうのはどういうイメージですか？ちょっと成績が伴わないようなところですね。苦手意識がちょっと出てしまってるところであります。はい、はい、でもここはしっかりさせたんで、はい、ちょっとびっくりしました、自分で。そうなんですね、はい、その船足っていうのもやっぱり良くなってですか？そうですね、もう昨日ぐらいからもう微調整で済むなぐらいの勢いでいいと思ってたんですけど、はい、今日の11レースが一番良かったです。そうですか、はい、で2号艇がねなんだか気になるって言ってましたけれども、はい、克服しましたね。あ、そうですね、いいイメージができたんで、はい、良かったと思います。そうですか、得点的には 8.29 です。はい、嬉しいですね。はい、はい、あのスタートなんですけれども、はい、ちょっと厳しいこと言いますと、前半はちょっとブルが入ってしまって、うん、遅れてしまったんで、はい、ちょっとそこが怖かったんですけど、はい、まあ、でもしっかり全速でいけたと思います。あ、そうなんですね、はい、そこもしっかり克服しましたね。そうですね、はい、準優勝戦前にじゃあ不安材料なくなりましたか？多分、はい。もうこのインタビューの中でもあの周りには本当に選手の皆さんが見守りに来てくれてます。いや、同期はありがたいです、本当。そうですね。そしてテレビの前でもたくさんの方が応援してくださってると思いますよ。はい、はい、では最後にファンの皆様に向けてメッセージいただけますか？はい、明日優勝できるように最後まで精一杯走るんで応援よろしくお願いします。みんなさっき先にしてやんよ。いいね、決まりました。11レースを勝ちました市村咲希選手でした。ありがとうございました。